下に見ないで。あ、すいません。すいません。ではこのコーナーに行きましょう。コジスタグラム。なんか多い。はい。私小島春菜のインスタグラムに投稿する写真のアイディアを紹介していきます。フォロワー数を国内ナンバーワンを目指しております。今注目しているおしゃれハッシュタグはスタイル。スタイルね。出ましたスタイルね。何でもあるよねスタイル。お願いします。後輩にこれでなんかご飯買ってきてと一万円札を渡し、何系がいいっすかと聞かれたら、お前のセンスでっていう小島スタイル。あーかっこいい。かっこいいやん。やりたい。かっこいいやん。それどうやって伝えるんや写真で。やりたいよ。やってみて。やってみる。ん。あ、みーちゃんさ、これでなんかご飯買ってきなよ。お、何系がいいかな。いや、それはお前のスタイルで。いや、センスだよね、これ。スタイル意識しすぎだって。センスで、ハッシュタグスタイルね。てか、一個言っていい、うん、同期だよね。後輩じゃねえじゃん。後輩じゃないからさ。後輩の気分でいたわ。同期？私、同期だよ。え、じゃあもうなんか、秒、なんか、そうそう、だからこれ、対等なの？うち。いや、対等だよ。あ、そうなんだ。下に見てた。今更？マジで？今まで？いやいやいや、この後輩にって言ったからさ。だから今の正しいの、いやいや後輩いないからできないじゃんっていうやつが正しいから。全然普通にすんなり、うん、間違ってるからねそれ。あ、ごめん、うん、下に見ないで。あ、すいません。すいません。ご視聴ありがとうございました。気に入ってもらえたらぜひチャンネル登録をお願いします。